ことがあってほしかわ。うん、チャットに送りますね。 OK。 春から大学生なのですが、高校でどうやって女性と友達になったのか忘れました。初めましての女性はなんて話しかけたらいいですか。とりあえずモルカの話すればいいですか、ということで、どう思いますかこれ。いやちょっとね。でもうちらも前夜祭のメンツもモルカーの話から始まって今結構仲良くなれましたからね、6人。それはなんか VTuber っていう文化で入ったり活動してるからこそだと思うんだよな。あ、一般ピーポーはちょっと厳しい。モルカーじゃ一般ピーポーの男の子が女の子に、はい、え、モルカー見た？みたいな話しかけたら確かにちょっと戸惑うかもしれない。あとモルカーって全何話なんだろう。モルカーでも9話じゃない、あ、8話かな。まあね、その春まで続いてる、続いててほしいけどな。うん、なんか見てないくせに何話まであるか知ってるんですよね、リュウシンさんがめっちゃうるさいから本当に。次何話だから予告見てみたいな、めちゃくちゃ寄ってくるから。あの初手モルカーはやめた方がいいね。はじめましてでね。はじめましてで、でさ、あの最近の趣味みたいなので出す分にはいいかもしれんけど。確かに確かに。オタク味ないしな、モルカ。うん、そうそう。オタクっぽくさないからいいかもしれない。え、楓先輩はあれですか、うん、女の子の友達作るとき最初どんな話題から話すんですか。女の子の友達作るとき自分のこと話すかな。例えばクラスがどことか部活で何してるかとか。コミュ力普通にある人だ。あのね、初対面はいけんねんけど、うん、なんか2回目3回目以降のなんか中途半端な距離感が一番似合ってる。え、今そうじゃないですか、星川と楓先輩。え、でもサラちゃんが喋ってくれるからめちゃくちゃ助かってる。待って、今めっちゃ調子いい時100点だとするじゃないですか。今星川の喋りの点数多分3点とかす。いやいや、本当にもうの気持ちが。初対面はいけんだけど、あの前の APEX の時は、はい、あの距離感分かんなかった。あー、今分かってますか。まあ割と自然体で私話してるかも。嬉しい。いや、嬉しい。よかったです。それを目標にしようって前回のコラボで言ってたんで。あ、そうや、言ってた言ってた。うん、ありがとうございます、心開いてくれて。いや違いますよ。ありがとうございます、心を開いてくれて。うん、何の話だっけ。あ、モルハラはね。そこまで戻った方がいいなっていう、うん、そうですね。みどりさん、え、みどりさんから LINE スタンプ来ました、もしかしてモルカーの。あ、なんかそのフェスとか誘いたいから LINE 交換しようって言われて、うんうん、で、あ、はいって言って交換して、うん、で、その後になんかよろしくねモルカーのスタンプみたいなのが来たから、あのモルカーのスタンプで返したら、モルスタンプ持ってんじゃんみたいな。あ、持ってたんですか。あ、もうその時には持ってた。なんでなんで。え、自分で買ったんですか、このモルカーのスタンプ。欲しい。自分で買ったよ。うん、欲しいと思って。やだ、やだ、あれ、もうやだ。やだ、モルカーに侵食されたら買える先輩、やだ。え、なんか知らないモルカーいて可愛いと思って買っちゃった。なんすか、知らないモルカーって。全部モルカーだろ。イタシャモルカーみたいな。え、イタシャモルカー。まだそう、まだアニメに出てない子がいて。いや、違う、全部一緒、全部一緒のネズミですよ。いや違う、何言ってんすか。俺も、俺も全部同一モルカーっすよ。みんな性格違うから。性格もクソもないって本当に。え、じゃあ推しモルカーとかいるんですか。いや、ゾンビになっちゃったコーナーと。どういうこと。モルカーってそれなんかバイオハザードみたいな話なんですか。あ、そう、ゾンビにかじられちゃってゾンビモルカーになっちゃった子がいる。意味わかんない。ちょっと興味湧いてきました、モルカーに。ちょ
見てほしいな。2分ちょっとだからね。それは何話でゾンビになっちゃったんですかその子。何話だっけ、5話6話ぐらいじゃなかったっけ。早いし。もう無じゃないですか。名前なんて言うんですかその推しの子は。白もっこやねんけど。白もっこ、白も白も白もどんな子なんですか。なんかちょっと、うん、奥手っていうか。あーこれでもあれじゃない、ちょっと恋バナっぽくなってきた。はい、奥手で奥手でちょっとなんかあんまりこう自分からうまく動けない子みたいな子なんだけど。星川だ。で、うんうん、ちょっとなんか うん、まったりっていうか。あー星川だ、うんうん、そうそうそう、ワンテンポ遅れてる子で。あーでそのゾンビになったきっかけもそのちょっとワンテンポ遅れてるせいだっていう。あーちょっと身に覚えがありすぎましたね星川。ねえやめて。ですからね。はいはい、モルカの話じゃやめますかこれで。そうね、止まらなくなるからね。そうですね。よいしょ、何にしようかな。ちゃんと恋愛っぽいのいきますか。お、どうぞ、うん、あれもな、好きなタイプ、うんうん聞くか。